はい、今日はですね、令和6年5月6日月曜日ね、祝日でございましたね。21時34分回ったところでございます。いやー、今日もお昼お仕事やったからね、まあでも5月5日5月6日ね、仕事でよかった。どこも出てないわ。まあ、ゴールデンウィークはね、パチンコ屋もね、稼ぎ時なんでね、まあ仕方ないかな。自分のことですけども、仕事終わりでね、チラッと寄ったね、店でね、まあ、一番小町っていうか、まあ途中やったけど、今日は楽園まで見に行かなかったけどね、見つけたアイムにぴょっと座ってね、145分の1ぐらいね、真ん中ぐらいの、ちょっとレギュラー足りてないなーぐらいな、まあビッグはちょっと足りてるなーぐらいの台座ったらね、1000円でベカリンが出てしまった、よう考えたら明日なーの日やから今日絶対出えへんやんけーと思いながらね、2プッシュ目ね、なんとかペカってくれてよかった。レギュラーでね、即やめしたらまあ2000円突っ込んだけども、まあまあ今やったら下手したら500円ぐらいまだ買ってるかもなぐらいな、なかなか即やめでできへんね。回してたらね、なんとね、ジャブレンしてレギュラーで2年目もレギュラー。まあでもとりあえずは増えてるから買ってるな。即やめしたら買ってるな。どうしようかな。やめられへんな。なんと3連目ペカって。3連。レギュラーレギュラーってきたからさすがにね、レギュラーやったわ。3連レギュラー。んで、設定判別入れたらね、設定6になっちゃって。やばい。設定6ですかこれ。設定4やったらなんか6になって、でね、ああもうこれで3連で終わったなぁ思ったら、なんとまたペカってね、4連目しかもビッグ勝った。とりあえず5000円分ぐらいのメダル横よけてね、100回したけどね、4連で終了でね、レギュラービッグで終了で、で113でやめときゃよかったものをね、欲張っちゃって、150まで行こうかなと思ったらちょっと足りんかったけど、145まで回し、結局ペカなかったね。せっかく5000円分避けといて、ワンプッシュしたから4000円分のメダルしかなくてね、188枚回収してね、帰ってきましたけど、設定が4から6になって、5になって4になってたわ。4やろ、設定。6なんかあるか、こんな日に。76番台ね。まあ、データサイトで見てみてください。いやー、危なかった。ということでね、総投資2000円ね、回収4000円。1日ジャグラー打っても負けたりするのに、ね、仕事終わりにちょろっと30分行っただけで2000円。ゴールデンウィーク、5月入ってゴールデンウィーク中なのに5勝0敗、負けなしやで。プラス4万1000円。ゴールデンウィークにプラス4万1000円って、これは記録じゃない。いや、記録じゃないかな。まあ、もっと買ってる時もあったやろな、昔な。まあ、つけてへんからもうわからんけど。まあ、とりあえず今年、2024年はね、今プラス5000円なんでね。プラス5000円なんで。やっぱチャンネル登録者数が1470人ちょっとぐらいしかおれへんかったら、ランキングけえへんの。コメント欄で、いや、お前なんか案件行くか。いや、案件じゃない。案件は別に来ないで、桜でもいいしね。来店とかは恥ずかしいから、そんな。俺みたいなんか来店行ってね、看板にこうやって、何々、来店とか書かれてね。恥ずかしいから。ステッカーも持ってないし。声かけられてもよう答えへんし。まあ、差し入れは全然もらってもいいんですけど。差し入れは全然、レッドブルとかね、モンスターとか、カフェオレとか、全然もね、ったら今でも差し入れは全然してくれていいんですけど、見つけてもらったらね。でも君たちに渡すものは何もないから。ああ、どうもどうもぐらいしかないから。こんなおっさんと別に握手したってしゃあないやろ。だから差し入れもないんやろうけどね。こんな、まあ、もっと有名になったらね、下手したらあるんかもしれんけどね。そんな、こんな登録者少ない、ただのおっさんにね、コーヒー買うてきて、すまんか、いつも見てます。で、握手してくださいとはならんやろ。握手してくださいとはならんやろ。おっさんコーヒーやるわ、ぐらいなのはあるかもしれんけどね。あ、これコーヒー、よかったら飲んでください。差し入れです。とはならんやん。コーヒーやるわ、ぐらいな勢いよ。
なやったら、ね、ジャグラー代ないんか、1000円恵んだのか、ぐらいはね。でも、現金のやり取りはやっぱりやらしいんで、ね、それはね、概要欄からね、お振り込みでよろしくお願いします。案件来えへんかな。いい店だね、ぐらいは全然言ってあげるよ。まあ、5万円ぐらいでね。5万円もらったら、とりあえず、まあ、交通費別でね、交通費別で来店費を5万円もらったら、そのうちの、最低でも5000円ぐらいは売ってね、でね、いい店だねって適当に言って帰る。4万5000億円。さ 朝の10時から夕方6時まで絶対いてくださいとか言ったら、ちょっと5万はきついけど、5万ぐらいは負けれそうやから。でも5万あったらなんとかなるか。最悪5スローに逃げたいしな。5スローのある店やったらいいけど、5スローない店で20スローの店で、もうベタピンの店で5万って言われたらどうしようかなと思うけど、もうそのまま2時間で2万円、4万円、3万円なくなってまうのに。え、10時からせめて6時、4時まではいてください。それは5万じゃちょっときついね。10万もらうの無理かな。ね、まあそういうお店さんがもしあればね。ないとは思うけど。いや、もしかしたらあるかもしれん、探したらね。うち来てください、言うかもしれん。でも来店では行けへんから。自分の好きな時間に自分の好きなように行きたいから。そんな、朝一から抽選並んで、IQ は何々に来てますとか、そんなんはもう嫌なの。もう好きなように撮影してくれたら、どうぞどうぞしてくださいっていう店でいいや。もうめんどくさい、そんなんね。縛られんのも嫌やし。近くに美味しいラーメン屋があれば別やけど。逆に遠方や、電、交通費出してくれて遠方やったら別にそれでもいいかな。どうせジャグラーしか、その店でジャグラー打つしかすることないぐらいのね、遠方やったら。ちょっと前乗りしてね、交通費出て前乗りして、ホテル代も出てね。で、まあ、来店費用が10万円ぐらいもらえて。大阪からです。大阪市内からですかね、交通費はね。参考程度にね、やってもらって。もしあればね、ないと思うけど。あと今日はどんなコメントがあったかな。あとどんなコメントがあったかな。違うチャンネルにあったのは、ジャグラーにハマってる人ってなんか依存症ですよねみたいなコメントがあったけどね。あと月給11万ってネタやろって、いや、ほんまやし。リアルやし。リアルで手取り11万やし、先月ね。なんやったら今月の給料、来月は20日に入ってくる給料、もっと少ないし。下手したらもう9万円、8万円やし。ネタじゃないからね。事実だから、これ。うちのチャンネルは、どれもドキュメンタリーだから。作り物一切なしやから。ね、もうそんな、台本考えてもめんどくさいし、ね、もう行き当たりばったり、そのままアップしてるからね。そんな感じかな。あと、49ゲームで全飲まれって、笑い、草って書いてたけど、ほんまやから、あれも。昨日ね、楽園の何番だ、200、358番だね。2000円でペカあったのに、ね、49ゲームで、2000円でペカってレギュラー引いたのに、49ゲームで全飲まれしたから。で、追加1000円で弱連したから。まあ、あれも3連したからよかったけどね、レギュラービッグ、レギュラーでね。で、あれは3000、5000したから、昨日もプラス2000。あっちの方が、あ、そうか。え？あっちの方が前すごかったな。なんでやろう。113ゲームでやめたからな。だから今日も113でやめてたら5000円あったんやけど。145回してみました。で、今日は、でも今日は投資が2000円やったから。そうやな。今日は投資が2000円の回収5000円。あ、今日回収4000円か。あ、そうかそうか。昨日も2000円、今日はもう2000円ね。お昼仕事で日当1枚もらって、ジャグラーで2000円もらって、動画でチャリンチャリンということでね。今日日勤終わったんで、次は、78休み、明日7の日なんでね、どっかのマルハンに出没しようと思います。で、8の日は、行くかな、どうしようかな。でも、あ、じゃあ8の日、歯医者なんや。歯医者やから朝1から行かれへん。まあ、昼か夕方ぐらいからぼちぼちね、その辺の市内のジャグラーに出没すると思われます。ということでね、今日はもう今からお酒飲んでね、カーッと寝ますんで。ありがとうございました。いや、ゴールデンウィークもジャグラー簡単だわ。